怖いうわー怖いねこれ残酷すぎるイケメンだぜはいどうも皆さんこんにちはブロボックスでございますさあ今回から新たなビールゲームやっていきましょう今回実況いたしますはこちら「死にたがりと魔物」うん初見です今回も初見なんで、えー、どんなストーリーか分かりませんがちょっとなんかおどろおどろしい そんな感じがしますよね。それではやっていきましょう。死にたがりとまもの。うん。ちょっと意味深ですね。主人公は名前を設定してくださいえゆ、ー、いくんゆいくんか。えー、でもこの場合どうしたらいいね。なんか、あえて、力んじゃって、変な名前するよりも、ゆいくんの方がよくないということで、ゆいくんでいきましょう。オッケー。 あなたの名前はゆいですね。はい。で、えー、本編進みます。家で再設定できます。はい、OK です。ゆいくん。ね、変な名前つけて大滑りするよりはいいかなと思います。はい。寒い。寒いね。こっちも今、雪降ってきました。ドカ雪です。うん。さすが、高層ビルの屋上は風がよく吹く。なぜ屋上にいるんだい地上はキラキラと輝いて、素直に綺麗だと思った。 見納めたなとフェンスを登るあこれは飛び降りるつもりかふと見上げた、えー、視界に一羽の黒い鳥が飛んでいくのが見えたあんな風に飛べたらなここがどこ,が自由に、えー、こ,こからどこか自由に飛んでいきたい逃げたいすべてから何もかも捨ててできもしない <coughs> すいません、えー、できもしない空想に思いを馳せながら俺は飛んだあ飛んじゃった なんだえー一切の諦めを込めて目をつむった途端体に衝撃が走った地面まではまだあったはず何かにぶつかったいやでも全然痛くない一体何が恐る恐る目を開けるとああなたがイケメンですね彼が <laughs> この彼が魔物かいねえ そんな感じしますよね。うん。イケメンです。黒い羽の紳士ですね。<laughs> 紳士ではないか、魔物か。うん。さあ、一体どんなストーリーになっていくんでしょうか恐る恐る目を開けると、見知らぬ男が、えー、男の顔が近くにあった。う,うわ暴れるな。落ちるぞ。え 低く冷静に言われ少し見下ろすと確かに記憶通りまだ地面から距離があったほぼ正常の精神になって今改めて恐怖するいやそれより誰他にも、えー、なぜ助けたのかとえー、んなぜ助けたのかと、えー、その羽と耳は本物なのかと疑問が目まぐるしく浮かんだがとりあえずそこから聞いた人ではない え、まあ見れば分かります何かめんどくさくなってきた <laughs> めんどくさくなってきてんの魔物がいるんだぜもうちょっと驚こうぜ男は羽ばたいて屋上に着地し自分を下ろした距離を取って少し睨む礼は言わないからな飛んだ一日だ最悪だうん死のうとしていたところを助けられたという感じですね でもも今ははう死ぬ気にななれないしかし改めて見るとえー、ますます人離れしている、えー、様子に夢なのか現実なのか我が目を疑うでなんで助けたもったいないは何がうまそうだからあ食うつもりかそういう理由で助けた てっきりなんかここから恋が花開くと <laughs> ね魔物さんがこの少年に一目惚れして助けたのかと思いきやうまそうだからかなるほど魔物魔物臭いですね <laughs> 逃げる言い返すうーんまあ結構度胸のある少年とお見受けしましたんで言い返しましょううまそうって 食当たり起こすすよ冷静ですねしない絶対まずいし痛いの嫌だし苦しいのも嫌だ断る死ぬ時は何しても辛いだろでも痛いのが長引くのは嫌だなるほどそれで身投げかそうだよ残念ながらあと少しのところで邪魔されたけど それは悪かったなだがうまそうかだがうまそうなお前が悪いじっと睨むと男は全く悪びれしない様子でえわけのわからない理屈を言い出したさっきから何なんだこいつ化け物だしえ怖いけどそれ以上に苛立ちを覚えるうまそうとかありえないし食われてたまるかそうですか でもいくら俺が死にたがりだからって食べられたくないのでお断りします。低寧口症でそう言うと男は首をかしげた。死にたかったのではないのか死にたいよ。でも食われたくはない。いずれは死ぬだろう。何の違いがある確かに,結,局的に、えー、結果的には一理ある。でもそういう問題じゃない。 人じゃないあんたにわからないよもういい帰るいろいろと言ってやりたいことはあったが体と精神の疲労にはかなわないし早くこいつから離れたい飛び出る前に脱いだ、えー、靴を、えー、履き直しカバンを拾ったところで制服の存在を思い出すあ,あそうだ焼却炉で燃やされたんだっけあいじめにあっているのか 暇人どものしょうもないいじめだそれでいろいろと嫌になってめんどくさくなって死のうと思ったどうせならと選んだのはいつものエリートずらして、えー、人の意見を聞かない父親が回収したビル母親も昔から話すのは決まって成績のこと将来のこと反論すればヒステリックな罵声の嵐何もかも定められた、えー、意思と進路俺の えー、ためだと言い聞かせる両親のないとん両親のなんと勝手なことかもう全てが嫌であったなるほどいつか2人の川に泥を濡らせたかっただからここで俺が自殺すれば両親はいろいろと問われて苦しい思いさせることができると思ったのだうんよくよく考えれば明らかな、えー、愚行であったけどこんなことしたってあの両親のことだ世間体を気にして えー、隠蔽っていいのかなそれに違いないおい人の子なぜ死を願うあんたには関係ないよ愚問に人にみして、えー、足早に立ち去るこの50階のビルのエレベーターは40階にありそこまで階段を使わなければならない行きだけでもめんどくさかったというのに まさか戻ることになるなんて思いもしなかった今更だけどこれは本当に現実なんだろうかでもそうじゃないとしたら俺はあのまま落ちてまさかあのまま気を失って死んだことに気づいていないとか人じゃないと言ったあれはいわゆる死神というやつじゃないだろうかそう思うと今までのやつの発言に、えー、合点合点がいく 確かめようと急いで駆け下りエレベーターに乗り込む1階に着くとビルの玄関に回り落ちているであろう場所を見渡すけれどそこに自分の死体はなかった少しがっかりした死んでたら死んでたで,、えー、死んでたで痛い思いはしなくてよかったと思えるのにでもじゃあやっぱり。 屋上へと青ぎみでが高すぎて自分の視,、えー、視力ではいるかどうか分からない寒っもういろいろとめんどくさいさっそと帰って寝たいでも門限を過ぎている今帰ったら何を言われるか帰りたくないなどこ行こう選択肢かなえー、林間公園林間公園じゃない林海公園 えー、繁華街帰るでも帰りたくないんでしょ繁華街というのもねちょっと人混みにまだ混じるのもちょっと違和感があるということで臨界臨界臨界公園に行こうねちょっと人から離れてね一人になりましょう一人になってね思いに身を任せましょう物思いに身を拭けましょうブラブラと人通りの少ない道を通って たたたどり着いたのは臨海公園 <laughs> ちゃんと言えたここは、えー、日中は人々の、えー、憩いの場だが、えー、夜遅いこの時間は静かで波の音が心地よくて唯一癒される場所だ目につかないベンチを見て、えー、見つけて寝転がる冷たい木製だからそこまで冷たくはないけれど寒気を誘うには十分な冷たさ でもここ,な、えー、ここなら警察とかにも見つからなそうだ上着がないのが痛いが死にはしないだろう風邪をひくかもしれないけど体を丸めて重いまぶたを閉じるなんだあの魔物が添い寝でもしてくれてますか突然何かがかぶせられて飛び起きた驚きつつ見てみると黒い布であった しかも、少しあったかい。えー、んジョ、<laughs> ジョ、ジョニー、ジョニー目の前。ん違うな。不意にでいいのかな違うね。目の前を見て、俺は思わず悲鳴が漏れた。ふっへっ。おダンディワイルドですね。え、ちょっと待って。何？さっきのマントを脱ぐと、もう、裸なの。 <laughs> もうちょっとなんか着てこいよ <laughs> あの男がいた何で半裸あまさかこの布は <laughs> な,なんで寝るんだろ貸してやるいやでもっていうか寒くないの全くそうでもその格好はちょっと無駄に体育が良くて下は布で 足元まで隠れているとはいえコスプレみたいな格好であることには間違いない何かいかがしい、えー、入れ墨み,みたいなものがあるしいくら人がいないからって万が一人に見られた時困るどうしようまあここは <laughs> えー悩むもう一旦返しましょうかね寒そう寒そうコスプレみたいだしね返すからとりあえず来てくれ 物語の流れ的に返す流れだなぜだ何でって目のやる場に困るのは、えー、困るとは恥ずかしくて言えない別に寝てしまえばいい話だが、えー、多分落ち着いて、えー、落ち着いては寝られないとにかく切る早く言い泣き返すと男はしぶしぶといった感じで、えー、着直したそれで お前これからどうするんだ突然投げかけられた現実的な質問に少し戸惑うなかなか痛いところをついてくる食べるくせにどうって帰る場所がないわけでないんだろそうだけどいずれ帰らなければならないこともどのみち怒,怒られることも分かってはいる でも、また死のうとされたは困る家まで送ってある案ずるないい案がある何だろう反論する前に男はそう言って問答無用で俺を抱き上げた結局帰宅させられてしまうんでしょうか自分はそんなに軽かっただろうかというほどに軽々しくなんでこう一日に何回も抱えられなければいけないんだいいじゃん <laughs> あんなイケメンに抱っこされたらね俺だったら発狂するぜ目をつむって手を手を <laughs> 手をあてがいかあてがいいいというまで開けるな分かった熱のある口調で言われしぶしぶ従い、えー、閉じて手を目で覆う自分の手の冷たさに少しびっくりする 男に抱えられているという現実からも目をつむってしまいたいそう思っているとすっと冷たい風が吹いてしかしすぐにあったかい、えー、空気に変わったなんだちょうど心地よいくらいのあったかさだどこなんだろう何か柔らかいものの上に下ろされまだ開けるなよそうねをおんせように言い残してふっと気配が消えた 次の瞬間、えー、何かが体をまとわりつくような感覚に襲われてわばる手に汗がにじむなぜか息苦しい急展開何が起こっている真っ暗で何も見えませんがまさか騙されたんじゃこのまま食べられてしまうんじゃないか気になるでも手を離すのが怖いなぜかは分からないけど おとなしく耐えていると,さっ,きと、えー、さっきまでのおかんは消えて続けて待っていると、えー、また気配がしたもういいぞ言われて恐る恐る目を開けると自分の部屋だったあら戻ってきたとっさにえー何これ何忌ましいでいいのかな両親のことがえす、ー、ぎった <laughs> 今日やべえな俺漢字読めねえあの二人は問題ない記憶を少しいじったそうどうやらいい案というのはそういうことだったようだそんな能力もあるのかと反面ちょっと羨ましく思ったでも変なのどうせ食べるくせに食べるって 別の意味じゃないかひょっとしてねあの捕食するとかそういう意味じゃなくて襲う的な意味の食べるじゃないかこれはワクワクするね <laughs> 下水笑いが出てしまったにしても今日はこの男に助けられたばかりだ死ねなかったのは残念だけどでもありがとうなんだなぜか唐突に頭を撫でられた わわけがわからないしなんか恥ずかしい。し、しなな、なんかか恥ずんだよいきなりなんとなく割とフレンドリーな悪魔ですね手を離すと曖昧な返事が返ってきた余計わけがわからない何がしたいんだこの男は本気で食べたいなら俺の意見なんか聞かずにさっさと食べるはずだし